うわぁ、すごい。すごいね。いやぁ、つい試合でしたね。いやーうわぁ、いぶし銀、5位までいったのか。やっぱ、樋口だな。樋口。樋口ゲーです。あ、俺もなんか、ちょっと上がってきた。インターバルはでかかったね。結果的に。ネモさんも樋口もね、だいぶ、だいぶ良かったよね。単純にネモさんにアドバイスだけじゃなくて、実は。 俺、柳井くんに出るかどうか、まず結構怪しかったの、実際。出るの結構少ないなと思ってて、あんま見なかったの。俺も本当にかけるばっか、あの、追ってたから。だから、あの、ちょっとあの、休憩入っ、その、入ってる間俺ちょっと CFL で、柳井くんの試合見てますっつって。柳井くんの試合見てたの、結構。実際、その、いぶしも、あの、ネモさんがかけるに出るのは、結構びっくりしたと思うね。向こうは樋口フード、大正風フード、だったのかなえいえいえいえ、こさが来たら、 めちゃくちゃ樋口出そうでしたけどね。どうなんだろうこうした来たら誰来てた誰来たと思うんだろうなさすがに樋口だと思うけどな。今んところ道儀には全部出てるでしょ。かける、うーん、かけるは、いや、多分俺が来ると思ったと思う。だって俺、テリーまで意識してたから。フード釣れると梅ちゃんが柳な役じゃねいや、そう、その世界線もあったよね。うーん、そう、笹もんね。まあ、笹もんには梅原さん言ってましたよ。 のまあ俺結構柳井んにいけるのかなと思って一応あったんでまあ俺かけるとやってもやっぱ50%だと思うのよだったらあの勝率がもう少しありそうな、まあ、柳井君に出た方が結果的にいいのかなっていうでまあネモさんまあ梅原さんもね、まあ、かけるどっちがいくかみたいな、まあ、やってる感じはまあなんかネモさんの方があるのかなって 1>, 口1本取られた段階で結構ああそうだねえっとね梅原さんは、まあ、1本取られた時点であの樋、ー、口にあのー、インターバル取らせればよかったって反省をしてたまあ俺はまあ2試合あったからこそより良いあのアドバイスができたのがあるからまあそこまでそこは問題じゃないのかなと思ったけど、まあ、結果良かったっすねアドバイスも良かったんちゃうんかプロレベルの2先と3先っていやなんかねめちゃくちゃ違うんだけど一緒ですよ これ変な話ですけどね。めちゃくちゃ一緒に感じるんですけど違うってね。これでいぶし銀ともう一回練習できる。いや、いぶし銀は俺た、俺を死んでほしいでしょ。いや、これもちょっと海チームね。まぁ、あ、ちょっと上位チームと海チームってあえて言わせてもらいますけど、これ海チームが、えっ、ー、と、まあ俺が、あの、名古屋、いぶし銀、DFM の人となって、1位、2位、3位を見ますと。まあ点数はね。 言うても15点差だからまあ、めっちゃあるわけでもない。だけど、ぐっパチ落ちなさそうだよね。でまあ、点数は持ってる。忍びと考えると、熊本潰そうぜってなると思う。忍びはね、ものすごい上り調子を。見なくだよ、忍び。ここまで来ましたビリビリから、キュイと。やけどこれね、 くっぱちもビビっていると思いますよ。去年、すごいいい状態から、多分去年も2位とか1位ぐらいから落ちたから。やっぱガチ君怖かったもん顔。いや、オーダーは本当に難かった。な、これねー、あの、現象があったっていうのも、結構むずい要素だった。CFA のマジ動いてないんだよね。第7世、第9世と少年場。少年場っていうと今回が一番少年場だったけどね。そして、 レシャーが、かけるさんありがとうございます。って言ってたという情報をキャッチしたんですよ。かけるさんのおかげで、みたいな。っていうことオフ対戦してたんじゃないかという。いや、わかんない。やってたかどうかわかんない。という考察ができて、より怖くなった。だから、よりわかりにくかったの、今回の情報戦っていうのは。しかもオフでやってるって考えると、いや、ワンチャンペリーとかもあんのかな、っていう。むっちゃけ、ちのびさんは一回置いとこう。 確かに、あの、忍びが4-0かましたことにより、4位になる確率は上がった4位になる可能性はあるんだけど、1位になる可能性上がってるから、俺はこっちの方がいいかなと思ってる。しかも、この、メガネさんいるじゃないですか。ジョニーさん。ガイルに行けるんですよ。だから、来るんですよ。うちの、うちの子に。それがやっぱちょっと嫌なんですよね。マリーザはやっぱガイルっていう、 グッパチが落ちるる可能性いやあるよえだってグッパチの次の相手って、だってグッパチにとって次もけたら4位になるでしょ。あ、俺だ。うちらなんですけど、結構ね、間空きます。次が10月22。もう20日間ぐらいやんないなぜかっていうと、まあ、今週はあれね、えーと、ワールドウォリアーってで、来週アメリカ。ちなみにアメリカ、えっ、ー、と、梅原さん行きます。 で、その時の州。シンガポール。梅原さんも行きます。もうみんな行きます。梅原さんやばいっすよ。梅原さんはもう、分身の術を使う必要があるかもしれない。梅原の右腕じゃなくて、梅原の分身が必要かもしれない。え、梅原、いや、今回、板澤さんが行くらしいんで、アメリカ。一緒に。一緒、一緒じゃねえアメリカに板澤さんが行くらしいんで、同い年だし、正直ザンギさんも今、ちょっと弱ってると思う。負け方結構きつかった。 なんだか近く顧問見っちゃったりとかあって。海外って、やっぱなんか密な会話できるのよ。普段より。それこそ、あのね、CEO の時、まあ、梅原さんとモケと、立川、めっちゃ一緒にいた。めっちゃ話した。モチさんと誰出るかな誰出ると思うちょっとまた、ちょっとお願いします。グッパチ誰出ると思いますか先方。プゲ。プゲ川のガチでさんなのってことプゲ川のガチを攻略すれば勝ちってことモチさんあるモチさん。 だって、江戸には、ガイルにもなんか行けそうだし、ゴーキーにも行けそうな気配するし、プゲラに誰行った方がいいですかじゃあ、先方のプゲラに誰行った方がいいですかあなたたちが、みんなの配信見てるよねみんな配信やってる。プーキュン。プーキュンあるまあ、あのー、実際結構ね、あのー、たまにて対戦するんだけど、こう、練習で。その時結構勝ってるね、実際。え、じゃあ、えっ、ー、と、河野、河野。河野。 川野には樋口多いな根本樋口梅でパチンコ梅でパチンコってあのあ同キャラおじさんのね同キャラかぶせは結構だからあの少なくともねあの要するに最強ガイルって梅原なの樋口なのどっちなのっていうのが5の時にあったんですよで梅原さんが樋口にガイルガイルやって超完封したの。 あれはね、いい試合だったね。いい試合っていうかあってね。確かにあれはね、正直結構見どころがあった。ガチ君誰やのガチ君。ねえ、もう、ネモさん相当出そうだね、じゃあ。すごいね。ベガはナフした方がいいんじゃないネモさんじゃなくて、ベガが強いと思ってるから言ってるでしょ、みんな。